こんにちは。今回は、一番ちょっと問い合わせというか、どうしたらいいのって言われることの多い数値のスピンロフトっていうところについて説明したいかなと思います。まあ、トラックマンでならではでわかるんですけど、例えばまあこういうふうに軽く打ってみたときに、ドライバーの上の項目で今 6.1 度って出たと思うんですけど、これがスピンロフトと呼ばれる数値で、で大体スピン量が多くて困る人っていうのはこのスピンロフトっていう数値が20とか結構すごい大きな数値が出て困ることが多いです。でそれってどういう状態かなっていうと、体と腕の関係を考えた時にほぼほぼジャストでこうなったりないし、こういうふうにヘッドが先行する状態っていうのがスピンロフトが寝たスピンがかかりやすい状態です。逆に言うと体がこう行ってヘッドが遅れた状態っていうのが、簡単に言えばスピンロフトが立ったスピンのかかりにくい状態っていう感じなんですけど、まあよくハンドファーストアッパーで飛ぶとかいろいろ言うと思うんですけど、じゃあどうしたらいいのっていうところで、僕もかなりスピン量4200回転とか4500回転とかで長らく悩んでたのでわかるんですけど、一時的にヘッドスピード落ちます。落ちるようなイメージです。もともとこのヘッドを速くパンって走らせるイメージがあったものを、これを走らないようにないし、体と腕のバランスを考えた時に基本的にお腹の運動量の方が多い、腕の運動量、ヘッドの運動よりお腹の運動量の方が多いようなイメージになるので、それができてくるとスピンロフトっていうのがどん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 落ちてきます。でまあ10度とか12度とかそういうのになってくるとやっぱり適正なスピン量でいけるようになるので、ヘッドスピードなりに飛ばせるようになります。ちょっと一回打ってみます。ちょっと右行っちゃったんですけど、これだとスピンロフトが 10.8 度でしたね。アッパーブローが今 2.5 度、だから、まあ、右行った以外はほとんど良かったかなと思います。ヘッドスピードも47で距離がほぼ290ヤード、キャリーが260ヤード出てるのでかなり効率よく打てたんじゃないかなって思います。以前は本当にガーンって振ったらクラブスピード例えば 49. 点なんぼとか、ボールスピード 72-74 ぐらいまで出ても、実際トータルって265ヤードとか、いやひどい時240ヤード台とかってあったので、やっぱりスピン量っていうのがかなり大きいんですよね。でスピンロフトを減らすっていうのがかなりのテーマで、まあ、それにはこう自分としてはこういうようなイメージで必ずおへそを動かしてクラブが遅れてくるようなという意図的に倒すっていうのを、昔 GG スイングっていうのをやってたので、こういう風にやってこういう風にやってっていうのをやってたんですけど、これ腕とクラブ、体と腕の関係で考えた時に意図的にこういう風に起こすとやっぱり荷重かかるので自分でこうしたくなっちゃうんですよ。この動きがさっき言ったようにインパクトの時にこうなると、これはインパクトロフトが寝た状態なのでこうしなきゃいけないので、なんで結構ゆっくりやるとできるんだけど、止めてやるとできるんだけど、フルショットするとこうなっちゃうっていうのが多いと思うんですけど、それはやっぱりこういう風に意図的に自分で倒すとこういう動きの方が強くなっちゃうので、なんで基本的にはそういう意図的に倒す動きじゃなくて、自分の体の正面に例えばクラブを置いた時におへそをそのまま回す、そしたらこういう風に遅れてくるけど意図的に倒したりしてるわけじゃない、こういう動きが実際インパクトの時になるとハンドファーストアッパーになる動きになるので、これを意識してやってみてもらえたらいいかなと思います。まあイメージよくお伝えしたりしてるのは、重たいボール持ってこっちに投げるときってギュンっては加速しないでゆっくりずっと回り続けるよねっていう、ここからこういう風に投げると大して遠くに投げれないので、こういう風に投げていくような感じですね。ゆっくり打ってできてもフルショットでできないっていうと、やっぱりコースでは使えないので、基本的にフルで使った時になんとかなるようにっていうと、必ず胴体の回転が止まらず、ゆっくりでもいいんで等速か等加速で回り続けて振るっていうこと、そしたらスピンロフトの数字が減ってきます。もともと僕ここスピンロフトの数値本当20近い人だったので、結構10度くらいになったっていうのはかなり劇的に変わったんですけど、それも3ヶ月ぐらいで変えれたので、トラックマン活用して胴体の運動量っていうのをね、しっかりポッと当てていければすぐ変えられると思います。以上です。